ダンス考えとる人この人たちっていう人がいるんですよ。なんか有名な人、その人のアカウントを見てて最新で今日やっとった曲が出てきて、この曲めっちゃ可愛いと思ってやりたいと思ってやりました。私と恋してみませんか、私はとっていうやつやってみました。第三者視点、そうなんかね、鏡を映す感じがなんかいいんですよ。で導入したんですよ鏡持って降りて2階から。今ここにね鏡があるの、ここでね撮影したのこの脚立使って。みんな見てね、ちょっと TikTok 見よう。最近なかなか伸び悩んでおります。皆さん、でもさみんながさしてくれてるの伝わるんよね。なんかさ、そうじゃけんさ、ありがとうございますって感じ。ありがとうございます。おすすめからどれだけ流れてくるかやね。そうだよね、うん、でもまあ毎日やっていきますわよ。私はと リップ薄いの、もうこんぐらい薄いのいいね。あ不適切にも程がある。見なきゃ、え見よ見よ見よ、えもうネットフリ上がっとるかね。見よ見よ見よ、だって今日金曜日じゃろ、金曜日よね。あれあれめっちゃ面白かった、一気に見たもん夜。えおもろってなって1話から4話パッパッパーって見た。まだ出てなさそうな雰囲気どうですか。出てません。え TVer には出てないですか。でもせっかくねネットフリで広告なしで見れるんやけどさ、ネットフリで見たいよねって感じではあるけど、 TVer ね課金してないのでね。うわ5話ある、ティーバで見よう。ティーバで見よう。多分ネットフリ明日とかに出るんじゃない？めっちゃ面白い。なんか急にミュージカル始まるのだけはちょっと、まだちょっとなんていうの？追いつけてないけど、心が4話でまだ追いつけてないけど、でもめっちゃ面白い。めっちゃ進みやる、いろんな人に。メンバーにも勧めるし友達とかにも勧める。そうほんまにミュージカル級、1話見た時びっくりしたもん。しかもワンハーフとかサビだけかなとか思ったら結構フル、なんなら2曲する時とかも普通にあるけそうあすごいミュージカルだってなる。でもその時代の曲をね知れるきいいですよね。私はこのドラマはね、結構ハマっております。てかさ、キヌージョ
てかあのさ、私がストレートアイロン買ったみたいな紹介したじゃないですか。であれの呼び名をずっとよく分かってなかったんや、キヌジョかキヌージョか。でも最近ね、東京でタクシー乗っとったらその CM をねよく聞くんですよ。今日も昨日も聞いた、キヌージョのアイロンでストレートかけたらほんまにサラサラって思う。なんかしかも使うたんびにちょっとサラサラになっているのではと感じています。やったぜ、やったそうでもあの髪の毛をすいた時のピョンピョンピョンみたいな毛がね、あの出る毛、もう絶対当分スカンって決めたし、あの私この毛先がパツンってこう全部前に持ってきた時にさ、パツンってなってるのが好きなんですよ。じゃけちょっと早く美容院行きたい。マジで当分行ってない。でもさ、黒髪じゃけんさ、黒髪女子長いけん行ったとてそんな見た目変わらんよなとか思ったらし、なんか変化もそんな自分で分からんけいかんでいいかってなっちゃうんよね。髪もなんかいかんでもなんかサラサラやしそう、女子今はめっちゃ伸ばしたい時期。伸ばしたい時期に突入しました。結構ね、切りたい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 みたいな時期が続いとったんじゃけど、伸びろ伸びろ伸びろの時期に入りました。今もね結構長いんですよ。だってほら伝わる？今も結構長いんだけど、あと10センチぐらいほんまに極端、ほんまに極端。切りたいと思ったらもうバサッと切りたくなるし、伸ばしたいと思ったらもう長く長くって感じ。中途半端があんまり好きじゃないのか。何でも伸ばしたいん。もう気分気分やね。なんか今は前髪パッツン、もうちょっと長めのパッツンで、あパッツンじゃなくてもいいの、もうちょっと前髪長くてもいいかも。で髪をめっちゃ伸ばす、うん、なんていう気分。舞台前に切れそうな予感がする。確かにね、舞台の時あれよ、ウィッグじゃけ切っとった方が絶対つけやすさはあるよね。いやでもどうだろうね、結構今はもうのびらのびらっていう期間。急に睡魔が、まつげ茶色に見えるんだけど、そうまつげ茶色だよ。でもあの今日友達と会ったんですよ、ご飯行って。でマジでもう天才まつげじゃんって思って、あのいろいろその子のまつげのこと聞いたりで、私のまつげのあの言いたいことあったら全部言ってって言ったんですよでそしたら茶色じゃなくても絶対黒みたいな感じで言っとって、私も結構ずっと茶色しか勝たんと思っとったんやけど、それ聞いた途端にそうですよねって思ってじゃけ黒買おうって思いました。
私もうね目元はずっと茶色系を使っとるんですよ。アイライン、マスカラは茶色を使っとんじゃけど、でも黒の方が絶対目力は出そうだなと思って。でもね黒のマスカラ持っとると思う。探したらあると思う。私昨日服フェスの時にメイクさんになんか待機時間長かったっけ、メイクさんがメイクちょっとしてくださって、今結構欲しいメイク道具がいっぱいある、うん、黒にしようと思ってます。まあ賞味自分でもそんな違い分からんぐらいじゃけ、なんか自分も自分の変化って自分が一番分かるじゃないですか。じゃけマスカラ黒にしても多分みんな気づかんと思う。私自分私も誰かメンバーがマスカラ茶色から黒にしとっても絶対気づかんと思うけん、自己満、そう思ったら自己満って感じなんですけど。いや私も絶対気づけないから、マスカラの色は気づけないよ。自己満大事。本当にそう思う。自分が納得いって自分がノリノリで生活できるのが一番大事。それがなんか周りにも影響するって思う。だってこのなんか今髪サラサラだからすごいルンルンしてるから、そう周りにもなんか影響するじゃん、なんかルンルンって、みんなも楽しい気持ちにね、でんでんありがとうございます。じゃあランキングを読みます。20位カズさん、19位コウタさん、18位ヌルディンさん、17位エリオルさん、16位ノリフミさん、16位チャイコさん、14位おいでます元気さん、13位テリーピーさん、12位カズキンさん、11位地方愛してる大好きさん、10位ヒロロンさん、9位コヌレーマンさん、8位ジャスティンさん、7位ツリケンさん、ラッキーセブン。6位台湾のコウさん、5位ぴょんぴょんちょうちゃんかわいいコーラさん、あ変わった、一回5位から読みますね、読みます5位ブルーさん、4位ジャスティンさん、3位20世紀ともちゃんさん、スリースリー、2位グリオティーヌさん、ツーツー、そしてそして第1位はピロロロロヒュン、ユリアピースさん、イエーイイエーイイエーイダンシングありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。今ランキング20位まで入ってるよって方で、さっきちょうど変わったタイミングで入って読まれてないよって方がいらっしゃったら教えてください。読まれてませんってコメントしてくださいそう、眠気に勝ってくれてありがとう。いえいえ、こちらこそ見に来てくださってありがとうございます。じゃあおやすみなさい。はい、読まれてない、生ハゲさんありがとうございます。皆さん明日は
広島でリアルお話会、あ、そう、明日ね御社でインターン出させていただきます。番組名のハッシュタグとハッシュタグ石田地方をつけて、いっぱいつぶやいてくださったら嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。めっちゃ楽しかった。なんか今をときめく会社って感じで、なんかワクワクしました。のでぜひご覧ください。ということでスクショタイム。